皆さんこんばんは、ママッチョです。今日はトラについて話すにあたっていろんなご意見があると思いますが、ぜひ最後まで聞いていただけたらありがたいです。結論から言うと、トラは我が家の庭に住み着きました。前まで夕方になるとどこか行っちゃったり、夜中や朝に突然来たり、そういうのがなくなって庭にずっといる外飼い猫になりました。ではなぜ家猫じゃないのかという点なんですが、今は事情があって家の中へは入れれません。とても非常にもどかしいところではありますが、これからは外飼い猫としてトラを見守っていただけたら幸いです。質問でいただいてた、トラがいるところに屋根はありますかという点について、その辺は安心してください。屋根はあります。そして一番多かった、これから寒くなるので心配ですのコメントなんですが、私たちなりにこの1ヶ月試行錯誤をしながら寒さ対策などをしてます。また動画にするのでぜひ見てください。では最後まで聞いていただきありがとうございました。もう食べたよ。うん、ごちそうさま。